告示する伝統医療古代ギリシャのヒポクラテスが初めて病気を自然現象と取られるようになってから2,400年になります。それまでは悪魔や神のたたりつまり病気を超自然現象と見ていたわけです。現代は科学万能主義が病気治療を脱自然現象として体から分離させているように思えてなりません。 自自然現象と脱自然現現象象。と脱内容は異なるとしても命が自然現象であることを忘れてはなりません中世以降の高度な医科学が病気の原因を細菌やウイルスに求めた結果病気には外敵がいる組織障害であるという考え方を強めてしまった原因を内に水して外に求めるだけであれば病気は神のたたり 悪魔の仕業と見ていた古代の病理観が細菌やウイルスにとって変わっただけではないでしょうか悪いところは病気の細胞組織であって私ではない病気を作った原因は彼らなのだと現代は遺伝子 DNA 全能時代と言われます DNA によって個人は高度される特定の存在個人の素性も能力もわかる 生まれた時からあなたは DNA によって決められている。もしもあなたが病気になったとしたらそれはあなたの DNA ができ損ないだったと評価を受けるかもしれません。病気の原因が私とは関わりのない外にあり生まれつきの DNA によって病気になるのだとしたら一体私たちは何をすればいい 命は自然現象であるのにより遠く自分の手の届かないところへ高度を求める医療にすがるだけでは自分の健康は見えてこないここでもう一度召喚論の治む病の原理を見てみますすべての病はあるいは発汗させあるいは吐かせあるいは下しあるいは血を失うなど血を失っても陰陽が自らわせば 自ら必ず言える近代に至るまでの西洋や古代インドの医学が食事療法によって便通を良くする下剤、干腸、塗剤、利尿剤の使用腸脈から血液を抜く射血療法、ヒルを使った血液浄化法体を温めるか豊か剤や温浴の症例加えて古代インドでは幹部に針を打ち 少量の血を出すく,くしくも召喚論でいうところの治病の原理と同じであることがわかります2,000年余りの間なぜか世界中で告示の治療法が行われてきました一言で言うと血液を作り変える方法それを助長する一定の刺激私流に言えば小さな危機です これらの方法は全て自然界でも起こりうる自然現象と言ってもよい。体は過去の経験を覚えています。数十万年、数百万年の間に対応できるようになった体の仕組みは残っています。しかし、それらは自然界で起こった出来事に対する仕組みです。その範囲を超えてはいません。現代の医学はどうでしょうか 検査技術や遺伝子操作技術などあらゆる分野で発展を遂げていることは素晴らしいと思いますしかし例えば薬物療法では抗剤具体的には抗粗阻害剤など自然現象を否定する方法が多いように思います私たちが自己治療を考えるとすれば自然現象の中にあるものでなければなりません過去2000年余りの間で 世界的に行われてきたさまざまな治療法の共通点をまとめさらに現代人向けに改良するそれが自己治療できる病気に対して対応可能な範囲だと思っています一つには鉄の逆襲で書いた体を錆びさせる物質の入れ替え血液の作り替えに有効な方法またそれらのきっかけとなる小さな機器運動によって 筋組織を充実させ基礎代謝を上げる血液循環を良くするそれに体の細胞のもととなっている栄養成分の取り方つまり食事の在り方これらの総合的な組み合わせによってこそ真の健康を築くことができることでしょう